格薄ハードディスク、前回レビューして以来気に入って使ってますけれども、 USB ケーブル、ちょっとバッグの中でね折れたりするの心配だからさ、やっぱ外さないといけない。僕もいろんなバッグ持ってるんで、これとこれがねバラバラになっちゃうことがあるんだよ。じゃじゃん、奥さんそんなこともあろうかと、より持ち運びに適したものがあると、またそれをねレビューに送っていただいたんですが、じゃじゃん、ちょっとでかくなりましたね。そのデカさの秘密はなんだ、くるりよ、これ USB ケーブルになってんの、ひねって使うんだな、これひねって使うんだね。スペック的にはほとんど同じなのかな。 USB 3.0、 またここほらラバーコーティングになってますよ。奥さんやっぱりね、格薄ゴムですよね、ゴムペターンとやって、これまたほら、これでも材質が違うかもしんない。こっちの格薄の方がね滑りにくい感じはする。こっちはなんだろう、おしゃれな肌触りよくわかんねえな。でもラバーコーティングしてないと、危ねえ。ゴムで安全。薄さに関しては、これ一緒だ。一緒。欲を言えばですね、これケーブルが断線した時のために交換できるとよかったですよね。もじゃもじゃ。例えばね、こういうケースにボッと入れて、USB ケーブルも入れようとすると、もじゃもじゃ、もじゃもじゃ、もじゃもじゃってなっちゃう。なっちゃう。ところがこれだったら、スーですよ。スッと入って、スッと出してス。奥さんどうですか。ケーブルの長さはこれ以上伸びないんで、場合によっては延長コードを用意した方がいいかもしれないです。モバイル用とか主目的であれば、この格薄高速&モバイルよろしいんじゃないでしょうか。もじゃもじゃ。